μας.荒くれていがはどうなんでしょうかね。個人的には荒くれ結構いけると思うんですけど、さあ西井がヒットすれば持ち力ダメ次でいけず、さあリング型の霧をまとってラッピングを徐々に溜めていく、投げは抜け当たらない、さあ呪力がついてあと3つこれで合わせに来ない、ダジェットフィンガー置き攻めはコパン、さあダイヤで突っ込んでくる、タイトルからコンボ、これを押ししかもミスしてしまうが虫が痛めた点で OK、さあ、ジェットビーム失敗、ただピンゲージ回収したいところ、ボディ当てて 30% 回収、 40% なのかな、さあ、ヒラミル出して、さあ、体力的にはほぼ5分だが、アラクレはあと何か1回当てればラテンがつくが、投げる A ドラー、レッド B ドラー、欲しいかなが当たって、ダブルステイヤーは1本選手、さあいきなりメタルからのコムに行けなかったが、こうやって繋げとってガジェットビンガー選択肢は引きずり下ろす、コパンで暴れてまたメタル、これはラピンがつけるでしょう、さあ後ろ回りをガードして、おっとゲランクで崩す、1人に引っ立てピョン、ぐる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 ぴょん、ぐる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 ぴょん、ぐる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 、さあ回収、おっとチョンキもう1回打てるけどこれは死なない、さあ画面端の攻防、ぐるぐる回って投げスクラモーションでぐるぐる回ってテラブレイクまでつなぐ、さあ体力的に落ち着いた、ガジェットじゃない、投げが通る、超ギレ締めてドラグネが取ります、さあ最初ラウンド、さあいろいろあってのまずはラグネがラキンを貯める、おっとネガテラがつくか、今度さあベイトル、これは嘘、これはおっとこのミスしてしまう、さあ JD で落として、おーだいぶカウンター嬉しい、おっとラケンが出た、さあ中段のガード、おっと何が当たったのかもよくわからないが、とりあえず捕まえたが、そのミスしてしまう、さあゲットリーが決まる、さあラバス一気に有利、電力ゲージもあるよ、さあ立ち回り、楽天をつけたらクレラがおっと西井かヒットしたのに楽天もちょっと止まった、投げられて手がわずかに立て、大将のケビンを引きずり出す、多分それミクシー同級生です、ミクシー同級生すごいです、さあ中堅大将戦移行します、大将で出てくるのはケビン・メチル、あーレイチェル・テイガー、これはどうなんですか、どうなんですか、91レイチェル有利、なるほどそうっすね、91レイチェル有利、レイチェルが弱
くなったんじゃない、エンジェルが強すぎて俺たちの手が追いつかないだけだ、間違いないですね。さあ、ジェルがつけられてしまい、これはエイドラかな、手曲げられる。さあ、ジェルとビンガー、選択肢はコパン、暴れ潰して抜ける、ビンガー抜ける。さあ、ジェルの先生が消されて何が通る。さあ、ジェルも崩して、さあ、コンボを締めて体力勝ちしているのはケビン・レッジル。ちょっと片方のスキルスパークが刺さるも、バーフェル回避、アーゴリーで抜けばされる、カウンターされてる、右を切って、はい、ゲオルグ先生がお亡くなりになられる。さあ、食べてる最中のスキル壁使って、このノッパーもミスしてしまう。下がれまし、サブボルトがバックスに引っかかって、ダブキックホイール、テラブレーヒットせず、ヒットせず、ヒットしなかったものの、そのままこの仕切って勝利へ、まずはリーチをかける。さあ、ボシーテイク、バースト打って、ゲーム先生が仕事しない、ホームで滑ってるだけです。でも、あの滑ってる姿が可愛いからです。ホームで何もせずに消えてった。さあ、ボシーテイクから、あと1個で倒しに来ないと追いつかない。ゲーム先生が固めて、じゃあ、ニートのゲオルグがまた仕事して、ついてならば、さあ、バージャンプで回避、さあ、暴れを読んで、ダーテンバーレンがヒットしてる、美味しいダメージ、さあ、最後で暴れ潰して、それは残しすぎた、あとこのミスしてしまうと、ダメージを背負わせて、さあ、ついつい切れ返す。カウンターされてね、引き返してダンボールが引っかかる。踏んづけて落ちて、ダイアップロン狙ってる、あ、狙ってなかった、これは倒しきるでしょ。あれあれ、トラブレイクは何、当たらないのかな。さあ、残り10秒、さあ、どうする、おっと、ゲームアウトル、バトルって、あと5秒、さあ、ゲーム強い引っ掛けだ、根性仕事なかったケビンが取ります。さあ、コマンタイプのカウンターしないからどこに行くず、さあ、スレッシュ当てて、中段はミットする、さあ、12ミット、さあ、ゴミに繰り返すが、ここにカウンターして、あ、パスで切り、これだ、踏んづける、さあ、補正切る、ぐるぐる回って終了。ダレン君を書いといて、丸×。さあ、次、レアキャラチーム連戦となります。レアキャラと、アッセンさん、ランボを絡めときは、俺さ、さっきさ、画面端でさ、回った後テレブレイク出せたのに出さなかったのに、繋がらないからなの、画面を見てなかったの、ゲージを見てなかった、いや、ちょっとそんな色なんかボタンが消えなかったんですよ。あ、なるほどね、なんか微妙だったな、あ、ボタンが悪かった、あ、その時に右手上げてくれればよかったね、あ、ちょっとその時右だった、まあ、ボタンフルじゃなかったら失格なんだけどね。じゃんけんしました、はい、